プラスチックの軽量スプーン金属製の軽量スプーンプラスチックのコーヒースプーン金属製のコーヒースプーン軽量スプーンは調理の際に少量の食品の軽量に用いる容量が決められたスプーンのことであるメジャースプーンともいい材質は一般にプラスチックか金属である日本においては香川アヤーによって考案されたすり切りで大さじが十五ミリリットル小さじが五ミリリットル 茶さじが2 5ミリリットルと標準化されている。料理のレシピでは、大さじ2、小さじ2分の1のように体積の単位として用いられている。軽量スプーンといった場合は、軽量のために用いるスプーンのことであるが、もともとは、大さじはテーブルスプーン、小さじはティースプーンに由来するものである。この場合、すり切りにするのではなく、スプーンに山盛りにして、容量を測る。 容量は国によって異なる。ティースプーンより小さいスプーンをコーヒースプーンという。ABC 社団法人全国調理使用制施設、協会編、改底調理用語辞典カラー版1999年367ページ。ありがとうございます。